now my soul. We are the youth of the camera. Call the records, yet more.今のうちからサインもらっとくから。ああ、俺も。みんな紹介するよ。今日からうちの事務所で預かることになった秋川玲奈君だ。よろしくお願いします。よろしく、頑張れよ。はい、頑張ります。 何言ってんの？レイナの方がよっぽどいいじゃない。そうよ。笑って、もっと笑って。目線こっちに。髪かき上げてみて。胸が苦しい。吐き気がする。じゃあさ、今一番欲しいものって何ですか、レイナちゃん。え？別に何も。 いつから一人になったの？いつから一人になっちゃったの？私教えて GTR 私の本当の気持ちを。私は何を求めているの？ 何を求めてここを走っているの？わからない。前はここを走れば全てを忘れることができた。でも今は違う。あの二人とは私は違う。でも走るしかない。 ここからが勝負。 抑えてる。 いけるよね GTR。
大丈夫か？怪我は？教えて。なぜ？何を求めてあなたはここを走るの？お願い。教えて。言葉じゃないんだ。答えは言葉じゃ伝わらない。もしこの GTR を直してもう一度湾岸に来ることができたら、その時少しわかるかもしれないよ、そのわけが。イメージ通りの走りができていない。やはりブースト 1.2 では足りない。どうしても 1.5 は必要だ。明夫、8番テーブルのお客さんが呼んでるぜ。知り合いか？え？いらっしゃいませ。うん。前どこかで。そうね、去年までは時々見かけたけど。は？はじめまして。新学期が始まってから一度も登校してこない。君の新しいクラス担任よ。島田っていうの、覚えておいてね。はあ。で、ご注文は？あなたの話が聞きたいの。じゃあ終わるまで待っててください。朝倉明夫、18歳。出席日数不足により卒業延期。両親は3年前に離婚。現在中区にて一人暮らし。父親は建設会社を経営、母親は有名服飾デザイナー。離婚のハンディはあっても生活のためのバイトじゃないわね。学校にも来ないでバイトに明け暮れる原因はこれね。あ、さあ乗って、付き合わせてもらうわ。随分雰囲気変わるのね、車に乗ると。これなんて車？Z。 え、この車フェアレディ Z の S30K。 なるほど、いつもこういうことしてたわけ。一体何が楽しいの？首都高をぐる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 、同じところを何遍もただ一人で走り回っているだけで。一人じゃないですよ。いつもは一人でしょ？驚きよ、君がこんな遊びで留年までしたとはね。いや、そういう意味じゃなくて、いつもこいつと一緒だから。この Z のこと？みんなは悪魔の Z って呼んでますけどね。悪魔の Z？ またカッコつけて。呪われた車だなんて言うんじゃないでしょうね。本当ですよ、こいつは事故を重ねてきた悪魔の車なんです。急にそんな話信じられるもんですか？せっかく分かりやすく説明しようと思ったのに。でももうダメだ。え？奴が来た。奴って？湾岸の黒い会長、ブラックバード。ちょっとやめてよね、レースなんか。大丈夫ですよ、向こうはやる気ないみたいですから。え？走り方でわかります。大井で U ターンして環状線に戻る気だな。どうしました先生？結構バトルしてほしかったとか？そんなことどうだっていいから、とにかく明日は学校に来なさい。はーい。でも、ああは言ったものの、今日も来ないだろうな。おはようございます。おはよう。おはようございます、島田先生。はい、おはよう。おはよう、島田先生。あ、おはよう。
約束通り来ましたよ。よし。はーい、全員席について。まずみんなに紹介しますね。今まで一度も来なかった。あら、朝倉くんもう帰っちゃって。は？とにかく来るだけは来たと先生に言っといてくれって。ああ、秋夫なら産業道路の突き当たりじゃないかな。よく車のセッティング出しに行くんだよ。どうもありがとうございます。誰よ、まあ、今の。秋夫の新しい担任よ。ほう、渋いな。ああ、俺もダブりゃよかったかな。てっ、バカ言ってんじゃねえよ。担任なんですか？ええ、どこへ行ったか探しに行くとこだったんだけど、あなたも走り仲間みたいだし、教えてほしいこともあるから。いえ、私はただ達也が。達也？ああ、あのポルシェの人。ええ。本当にわからないことばっかり。どういう世界なのかしら。例えば彼は何者？医者です、外科医。ますますわからないわね。そんなにきちんとした仕事をしてるのに、あんなに車に夢中になるなんて。ああ、朝倉くんもそう。成績も優秀なのに、こんなことやってたんじゃまた留年か、学校を辞めなきゃならなくなる。まるであの悪魔の車とかに見入られてしまったみたいで。 Z のことですか？ええ、そう。あなたなら知ってるでしょ、なぜあれが悪魔の Z と言われるの。もともとはうちの兄が乗ってたんです、あの Z。 やっぱり今の秋夫君と同じように Z に夢中になって事故で死にました。え？あの Z はすごく馬力があって速いんです。でもそれだけじゃなくて、何か機械以上のものがあるような。どういうこと？例えば兄以外の人が乗るとまっすぐ走らないんです。車の方が乗り手を選ぶというか、悪魔のような速さを持っていたあの Z が次から次へと持ち主が変わるたび事故を重ねて、今では呪われた悪魔の Z と呼ばれるようになったんです。みんながあの Z を狙っているんです。特に兄が死んだ時一緒に走っていた達也は、あの Z は俺が潰すって、それが仲間だった俺の義務だって。止められないの？今のままじゃ朝倉くんもその達也って人もいつか取り返しのつかないことに。私にはもう無理。明夫くんに悪魔の Z に乗ることをやめさせることはできません。どうですか石田先生、テストローサの調子。元気で走ってるよ、ちょい右。あ、でもレアナちゃんの GTR には負けるな。600馬力だって、すごいね。すごいなんて思ってないくせに。結構朝方、湾岸なんか走ってんだって。まあ時々。先生のテスター、この前湾岸で見ましたよ。へえ。でもテスターも結構走ってるからね。あら、白いボディにウィングつけてサイドフィントとテスターって、そういないんじゃ。あの GTR か。言っときますけど、あの時私の R 全開じゃないですよ。ちぎったなんて思わないでくださいね。別にそんなこと思わないよ。誰かを探してるみたいでしたね、あの時の先生。もしかしたらすごく古い方の Z とかじゃないですか。いや、誰も探していないよ。それでは全員で乾杯。
杯といきましょう。乾杯。乾杯。おめでとう石田さん。おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱり今一番だよな、女撮らせると。この前のレーナの写真集もえらく売れてんだって。レーナもいいもの今。でもやっぱ石田の写真だよ。おいおい頼むよ。いくら君がスレンダーでもボディの底んとこはアルミなんだから。アルコール抜けました？石田先生、一滴も飲んじゃいないよ。ふりをしていただけさ。ずいぶんラフな格好だね。でも来てくれて嬉しいよ。パーティー会場は7階だから。あいにくパーティーには興味ないの。先生、これからどこかへお出かけ？いや、別に。わかった。湾岸に行くんでしょ。こんな日にも、わざわざ湾岸に行く先生に。いえ、先生の探す一台の古い Z に興味があるの。その悪魔と呼ばれる Z に。悪魔？なるほど。そういう車なのか。信じる？信じるね。あのパワーを見せられちゃ。2週間前初めてここで会ったんだ。猛烈な勢いでその Z に抜かれた。追っても追っても追いつかなかった。俺は忘れられないんだ、あの Z が。もう一度奴と走りたい。乾ききった植物が水を求めるように体中があいつを求めているんだ。似合わないセリフだと思ってるだろう。いいえ、でももしかしたらあの Z が俺を救ってくれるかもしれない。救う？まあなぜだか君には素直になれる。俺は病気なんだよ。え？胃下食道か、多分。そんな、すぐに入院して精密検査を。君ならわかるだろう。表面は明るく振る舞っていても孤独な者同士だけど、ここを走っている時だけは違うような気がする。金や名声、そんなものどうでもいい。いつまでもここを走り続けていたい、そう思う。生きてる実感ってやつかな。あの Z を追っているほんの数分が今までのどの時間よりも俺にそれを感じさせてくれたんだ。悪魔と呼ばれるあの Z が俺を救ってくれると言ったのはそういう意味さ。やっぱり待ってたわ。先生もしつこいですね。それとも暇なのかな。俺なんかにこんなにつきまとうなんて。なんで私こんなにこの子にこだわるんだろう。担任としての責任感から、それとも。もしかしたら私もこの車に。その曰く付きの悪魔の車のドライバーはどんなやつなんだ？会ってからのお楽しみ。驚くかもね。頭悪そう。ああ、こいつら鬱陶しい。バトルしたくてしょうがないんだ。よくあるよ、これ乗ってると。やっちゃえば。そう早いあるとも思えないけど。ほっとけばそのうち行くよ。大人だな、私にはバネできない。
急にどうして？右からの合流者見てみろ。え？ Z！やろ！え、何よこの車。有名じゃないですか、フェラーリってやつですよ。こいつが。そうじゃなくって知り合いなの？まさかこんなすごいの。でも隣の子は知ってます。なんですって？若いんだな。意外でしょ。あれ、やる気なんだ。やる気って何？まさかあなた。ふざけんじゃねえって、あんな2台450馬力だぜ、こいつ。来るのか、ある。確かに乗りやすくて速くていい車だけど、ちゃんと自分のものにできてるか、坊や。左からまとめていこっか。まずテスター、次に Z。 どうだ。あばよ。おい、あ、